ざっと最近ですね、ちょっとビデオを見てたりして、なんとなく、自分とこう照らし合わせてしまった、まあ、話があるんですね。何かというと、パティ・ボイドのビデオがあったので、ちょっと見てたんですけれども、まあ、下にリンクを貼っておきます。8分過ぎぐらいからですね、その最後の方にパティ・ボイドがインタビューで、結局あなた一番好きだった、要するに恋人というかパートナーは誰なんですかみたいにこう質問されるんですよね。で、その時にパティがとんでもない質問するわねっていう顔して、二人じゃダメなのっていうふうに言いながら、最後にはジョージですねっていうふうに言うわけなんですよ。ジョージが自分の最愛の人ですみたいな、まあ最終的には一人選んだわけですね。まあでもね、おそらくですけれども、まあ僕の想像ですよ。まあ本当に迷ってはいなかったんじゃないかなと。まあ常にパティにとってはジョージこそが、最愛の人だったんじゃないかなって、僕はこのインタビューを見て、この場面を見てですね、余計思ってしまったわけですね。まあ、むしろ二人じゃダメなのって言ったのは、まあエリック・クラプトンに対しても、まあ少しですね、こう心を、優しい心を持って答えようとしたのかなと まあ僕は思うんですけれども、本当は即答して、それはジョージでしょって言いたいんじゃなかったかなというぐらいですね。まあ、パティはですね、その他のインタビューでも、もし最後に自分が一人だけ誰かと話をできるとしたらば、ジョージですねっていう、まあインタビューも残してるんですね。まあその中では、人生でいろんなことが起きる。で、その起きたことに関して答えを出してくれるのは常にジョージしかいないというような言い方もしてるんですね。まあもちろんジョージが亡くなった後なんですけれども、そういうインタビューを残してます。まあね、なんでこういうことにいちいち僕が共感するかというと、まあ僕もですね、結構こう長い間生きてきてですね、まあ自分のミステイクっていうか、ミスジャジメントというかですね、自分の判断ミスっていうのは結構多いんですよね、今思い出すと。あそこでこうしとけばよかったとか、こうしなければこういうもっといい結果が得られただろうみたいなね、ことっていうのは本当に多いんですよ。まあむしろそういうことだらけですね、僕もね。で、おそらくこのパティもですね、まあジョージとは、まあ悪いことも多かったと。まあパティの方がむしろ被害者だった面もあるでしょうしね。まあジョージが結構遊び回ってたんでね。まあですが、その時パティとしてもじっとこらえて、やっぱりジョージを追いかけるべきだったのかなっていう発言もまた別のところでしてるので、そういうこと全部ひっくるめて、自分の判断はもしかすると間違っていって、最愛のジョージとずっといたかったのではないかと、いるべきだったのではないかというふうに考えてるのかなとも思ったんですよね。まあ不思議なもんでね、まあ時間が経つと昔のことっていうのは、その時その時は正しいと思っても、どん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 やっぱりあの時こうすればよかったっていう、まあ反省というよりも、まあ自分の目が広くなってるっていうんでしょうかね。判断する心も広くなるので、当時は一生懸命でそれしかできなかったとしても、後になるとまた別の見方が生まれてくるわけですよね。パティ・ボイドもこうしてみると、とてもいい 言葉悪いけど、おばさんになったなというふうにも思います。あんなにね、なんというか、全てのね、ロックミュージシャンが憧れていたような、こうシンボリックな女性の面影っていうのは随分なくなりましたね。だけど、こういうふうにジョージを今思い出して、まあ素直なね、気持ちで語れるパティっていうのは、まあ逆にこういう姿になったパティの中にこそ、そういう言葉があるのかなというふうにも思いました。まあおそらく僕も、若い頃はですね、こういかにも粋がった、まあ何かとね、こう突っ張った姿で生きてたと思うんですけれども、自分の姿を思いやればですね、きっと僕もこのパティのような姿になってるのかなというふうに思いますね。はい、失礼しました。今日はただの雑感でございました。失礼します。